こちら村上春樹さんの雑文集、はい、うん、自分についてなんだろうとか、うん、俺ってなんだみたいな、うんうん、深みにはまっている時に、うん、パッと開いて出てきたのが、うん、自己とは何か、はい、あるいは美味しいカキフライの食べ方、うん、というところでですね、はい、ちょっと感銘を受けたというか考えさせられたというか、うん、心が楽になったので、はい、ちょっとお話できればなと思ってます、うん、でこの雑文集というのは、うん、まあ、村上春樹さんがいろんなところである雑誌とか、はい、後書きとか頼まれて書いたものとかのいろんなところで書いたものをギュッて集めたもの、うんうん、でこの「事故とは何か」というのは大場健さんという方の著書、うん、私という迷宮の解説みたいなものとして書いたものだと、うんうん、この大場さんはいわゆる哲学者というか、うん、思索家で、つまり難しいことを考えている人で、うん、何でもいいから書いてって言われたから書いたよと、はい、うん、でその中でですね、しばらく前にインターネットで次のような質問が読者から来たと、はい、で大まかな筋としては、うん、先日就職試験を受けたのですが、うん、そこで原稿用紙4枚以内で、はい、自分自身について説明しなさいという問題が出ましたと、うん、僕はとても原稿用紙4枚で自分自身を説明することなんてできませんでしたと、はい、うん、そんなことできっこないですよね、うん、もしそんなことそんな問題が出たら、うん、村上さんはどうしますか、うん、プロの作家にはそういうこともできるのでしょうかという質問を受けたと、うんうん、それに対して、うん、村上春樹さんはですね、うん、こんにちはと、原稿用紙4枚以内で自分自身を説明することはほとんど不可能に近いとおっしゃる通りだと、うん、むしろそれはどちらかというと意味のない質問のように僕は思えますと、うんうん、ただ自分自身について書くのは不可能であっても、うん、例えばカキフライについて原稿用紙4枚以内で書くことは可能ですよねと、うんうんうん、だったらカキフライについて書かれてみたらいかがでしょうと、うん、あなたがカキフライについて書くことで、うん、そこにはあなたとカキフライとの間の相関関係や距離感が自動的に表現されることになると、うんうんうん、それはすなわち突き詰めていけば、うん、あなた自身について書くことでもあります、うんうん、それが僕のいわゆるカキフライ理論ですと、うん、今自分自身に書けと言われたら、うん、試しにカキフライについて書いてくださいと、うん、もちろん、メンチカツでも、うん、エビコロッケでも、うん、トヨタカローラでも青山通りでも、うん、レオナルド・ディカプリオでも構いませんと、うん、検討を祈りますみたいな、はいはい、でつまり小説家とは、うん、世界中のカキフライについてどこまでも詳細に書き続けることができる人間であると、うんうん、で自分とは何ぞやそう思うまでもなく、うん、僕らはカキフライやメンチカツやエビコロッケについての文章を書き続ける、そしてそれらの事象事物と自分 自身との間に存在する距離や方向をデータとして積み重ねていく、うん、多くを観察しわずかしか判断を下さない、それが僕の言う、僕というのは村上さんですね、うん、僕の言う仮説のおおよその意味だと、うん、いうことが書かれていてですね、はい、その後に本当の自分とは何か、うん、という問いかけが、うん、その論理的な歪みのゆえに、うん、オウム真理教、うん、かっこあるいは他のカルト宗教、うん、に多くの若者を引き寄せる要因の一つになったということは、うん、先ほどのその挙げた大場さんが書かれた、はい、私という迷宮、うん、という本にも指摘されているところだと、うん、でこの村上春樹さんも約束された場所でという本を書くにあたって何人かのオウム真理教の信者を長時間にわたってインタビューしたことあると、はい、で大体において指摘通りの印象を受けた、うん、彼らの多くは自分というものの本来的な実態とは何かという出口の見えない思考トラックに深くはまり込むことによって現実社会、うん、現実世界、うん、仮に現実 A としましょう、うん、とのフィジカルな接触を少しずつ失っていったと、うん、人は自分を相対化するためには、うん、いくつかの血肉のある仮説をくぐり抜けていかなくてはならないと、うん、ちょうどモーツァルトの歌劇魔笛において王子ターミノと王女パーミナが
水と火の試練をくぐり抜けることによって、うん、メタフォリカルな死を経験してと言ってもいいかもしれないと。愛と正義の普遍性を理解し、それを通して自己というポジションのありようを認識していくようにと、うん、しかし実際には、うん、今我々が囲まれている現実には、うん、あまりにも大量なインフォメーションと選択肢に満ちていて、うん、その中から自分に有効な仮説を適切に選んでインテイク選ぶことはほとんど不可能に近いように見えると、うん、それらを無制限に無秩序に体内に取り込むことで自家中毒を起こしてしまう場合も少なくないと、うん、そして周りを見渡していても、うん、彼女らを導いてくれる経験豊富な長者は見当たらないし、現実の推移するスピードがあまりにも速く、先行する世代の積み上げた経験は、まあ古いですよね、うん、サンプルとしてほとんど有効なものを持たないと、うん、そこにたまたま強力な部外者が現れる、うん、その外部者は、いくつかの仮説を分かりやすいセットメニューにして彼らに手渡す、うん、そこには必要な全てのもの、うん、小綺麗なパッケージになって揃っていると。これまで生きてきた混乱した現実 A は、さまざまな制約や付帯条件矛盾を取り払ったより単純でクリーンな別の現実 B に取り替えられ、そこには選択数の数が限られていて、全ての質問には理路整然とした回答が用意されている。相対性は退けられ、絶対性がそれにとって変わる。その新しい現実において彼女らが果たす役割は明確に示され、なすべきことは細かい日程表として用意される。それをするための努力は必要だが、その達成レベルは数字で計測され、図表にチャートされる。その現実 B における自分とは、プレ事故とポスト事故に挟まれた、故に正当な存在意味と前後性を持つ事故であり、それ以外の何者でもないと。その分かりやすい自分っていうのがそこで用意されると、うん、その用意された答えを手に入れるために、彼女が相手に差し出さないといけないのは古い現実だけ、うん、で古い現実の中で、まあそれはもう現実 A の中ですよね、現実 A の中でバタバタと苦闘していたみっともない自我を差し出せば、その用意された答えの中で用意された自分っていうのが与えられると。で彼らは言うと、飛びなさいと、君がやるべきことは古い大地から新しい大地に飛び移ることだけだと。このような取引自体は、村上春樹さん個人的な意見を言わせてもらえるなら、それほど間違ってはいないと。小説家は時としてそれと同じようなことをやってる、飛べっていう話ですよね。まあ全部ですよね。物語って全てそうですよね。現実が全てそうじゃないですか。あと、そうですね、はい、ビジネスもそうですね。そう、現実 A がそれってことですよね。そう、はい、で飛びなさいと僕らも言うと、うん、そして読者を物語という現実から離れたシステムの中に取り込もうとする、うんうん、で幻想を押し付けて、うん、勃起させ怯えさせ涙を流させると、うん、新しい森の中に追い込み、固い壁を抜けさせると、うん、自然ではないことを自然と思わせて、うん、起こるはずのないことを起こったことのように思わせる、うん、しかし物語が終わった時に、うん、仮説は基本的にその役割を終えると、うん、カーテンが降り明かりがついた瞬間に、うん、現実へに生きている僕たちは、うん、夢を見ることをやめると、うん、戻ってくるってことですよね。そうですね、うん、でその記憶を部分には、うん、体験していた仮想で体験していたものを部分的に記憶して、うん、現実に戻り、うん、時にその現実の中で形を変えてしまうけども、うん、それをやろうとする、うんうん、っていうのが物語の役割、うん、しかしその個人としての某麻原なんとか氏がですね、うんうん、はい、組織としてのオウム真理教が多くの若者に対してやったのは、うん、彼らの物語の輪を完全に閉じてしまうことだったと、うんうん、
で閉じ込めて厚いドアに壁をかけ、うん、その鍵を窓の外に捨てて、うん、してしまうことだった、うん、本当の自分とは何か、うん、その問いかけ自体のもたらす閉鎖性を一回り大きいより強固の閉鎖性の中に置き換えるだけのことをカルトはやってるっていう指摘ですね、うんうん、継続性の切断、それがおそらくはキーポイントだ。継続性を断ち切ることによって現実は一見してうまく整合されたように見える世界の中に入れてしまうことがそのカルトの役割、うん、っていうお話ですね、うん。